日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。本日突如として発表された福岡ソフトバンクホークスの和田毅投手の引退、これには多くのファンが驚き同時に悲しむ事態となりましたよね。日本シリーズも敗れ、レジェンドも引退と、ホークスファンにとっては辛い結末となった今季ですが、その裏でひっそりと懸念される事態が発生し、一部のファンから心配の声が出ています。それが村松打撃コーチが配置転換され、村上打撃コーチ一人が打撃コーチとして残るというものです。和田投手の引退に村上打撃コーチ残留により内部崩壊が起きるのではと懸念の声が出ているのです。一体なぜここまで言われているのか、今回は村上打撃コーチの残留は内部崩壊につながるのか、ご紹介していきます。バトルフェイス。パリーグを圧倒的な成績で制覇し、 CS でも危なげなく突破してきたホークス、日本シリーズでは3位から這い上がり、下克上を目指す横浜 DeNA ベイスターズと対戦。前評判ではホークスの圧倒的有利でしたが、結果はまさかの2勝4敗で敗退。 DeNA にセリーグ初の下克上を許してしまい、悔しいシーズンの幕切れとなってしまいました。そんなホークスでしたが、日本シリーズ終了後から様々な情報が出ており、ファンからの反応も賛否分かれる事態となっています。まず真っ先に出たのが戦力外通告で、仕方ないと思える選手もいましたが、今季一定の活躍を見せていた三浦瑞希投手と中田圭介選手が戦力外に。2人とも育成打診を受けたようですが、双方納得がいかないとして新天地を模索するようになりそうでした。そして5日にはホークスが誇るレジェンド和田毅投手が突然の引退発表。引退会見によると、どんどん体がボロボロになっていっているなというのは今シーズン最後に投げながら感じていましたねと振り返り、膝の痛みが本当にきつくて戻れないなと正直覚悟していたんですけど、もしかしたら投げられるかもしれないと思った時に完全に今年やめようと球団のトップの方に伝えたと話していました。まさかの選手の構想外に引退と、内部が一気に変わっていっているホークス。その中でファンが一番懸念しているのが来季のコーチ人事でした。そして和田投手の引退の裏側で、ソフトバンクの村松有人1軍打撃コーチが来季から2軍打撃コーチに配置転換されることが分かり、1軍では引き続き村上隆之打撃コーチが残留。球団は来季から1から4軍の打撃コーチを1人制にし、動作解析を行う R&D 担当がサポートする新体制になる予定とのことで、大きく変わることが分かりました。しかしこの村上コーチの残留に対し、和田投手の引退も相まって内部が崩壊していくのではと懸念されているようです。一体なぜなのか。まず今季のホークスコーチ陣は何かと目立つ存在でした。まず井手達也外野守備走塁兼作戦コーチのコーチャーでの判断がひどいということで批判され、選手からも不満を持たれるなど話題となり、途中から体調不良でまさかの休養、残りのコーチでうまく回していました。そして村上コーチに関しては、日本シリーズでの発言が批判されることとなり、挙句に日本一に輝くことができず、かなり批判されることに。日本シリーズ第3戦の試合前、相手先発東克樹投手の対策を、パリーグにそんなにいないかもしれないですが宮城の方が断然いいのでとコメントした村上隆之打撃コーチ。この発言に奮起した東投手が好投し、結果的に2連勝から逆転を許すことになりました。有観富士が終戦直後にこの件について独占直撃しており、3戦目以降は自慢の打線が苦しんだという質問には、打線にならなかったということ、相手投手陣のコントロールはいいし、ストライク先行で優位に進められてしまい、打線がつながらなかった、不審とは思っていないです、はいとコメント。そしてご自身の発言が波紋を広げている、率直な受け止めはどうかと問われると、見ました、それはもう答えられない、話が全然違う方向になってしまっているんで、まあでもそれをいろいろ言っても仕方がないので
言い訳みたいになっちゃうのでと話していました。もちろんこの発言だけが日本一を逃した理由とは言えないのですが、 DeNA を奮起させたことは間違いなく、ファンはもちろん野球関係者にも波紋を広げる結果となっていました。こうした事情もあるため、ファンからは残すだけ意味がない、信頼できないという意見が殺到しており、すっかりチームのガンのような扱いをされているんですね。ただ村上コーチに対する評価は何もこの発言だけの問題ではありません。実は村上コーチはかねてから評判が良くなく、それも今回の話につながっているのです。村上コーチは1983年にドラフト3位で近鉄バファローズに入団し、1986年にはチーム3位の22本塁打を記録し、打線の軸となっていました。その後西武ライオンズに移籍し、2001年に現役を引退。その後は野球解説者や当時発足した関西独立リーグの大阪ゴールドビリケーンズの監督を務めるなど活動し、2019年シーズンから中日ドラゴンズの打撃コーチを務めていました。現役時代は主軸として活躍しており、実績だけ見れば打撃コーチとして期待されていたのですが、コーチとしては評価が低く、中日時代には得点力は減少し、コメントも根性論ばかり、技術指導しているような様子もなかったことから、中日ファンからも評価が低く、2021年にシーズン終了後に退団となりました。2022年からホークスの1軍打撃コーチを担当すると、2023年は2軍打撃コーチを務め、2024年からは再び1軍打撃コーチを務めていた村上コーチ。打撃成績は近藤選手や山川選手といった補強組が奮起したのもあってよかったのですが、物議を醸し続けた近藤選手の5番起用は実は村上コーチの発案。もちろん最終決定は小久保監督なので、全部村上コーチが悪いわけではないのですが、これが日本シリーズで尾を引いていたのは間違いなく、このあたりも評価が下がっている理由といえます。若手も出てきていませんし、挙句には育成契約にするためにことごとく切る。頼れるベテランも引退し、コーチ陣も天はやんや状態。その中で問題発言のあった村上コーチは残留し、その中で新たな試みを入れるという意味で内部が崩壊するのではないかと言われているようですね。まあそこは小久保監督の手腕次第でしょうし、何とも言えませんが、遅かれ早かれこうなるのは必然。あとは来季首脳陣がどのように戦っていくか、詰めていくしかないでしょう。シーズンは圧倒的だったのに、日本シリーズから雲行きが怪しくなりつつある。福岡ソフトバンクホークス、このファンの不安を払拭することができるのか、今後に注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。